チェスター。チェスターは、アメリカ海軍の重順苗艦、ノーザンプトン級の二番艦。艦名は、ペンシルベニア州の都市チェスターに由来する。チェスターは、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1929年7月3日に、JT ブレインによって浸水し、1930年6月24日に、 艦長アーサー・ピー・フェアフィールド大佐の揮周駅、偵察艦隊に合流する。チェスターは1930年8月13日に、ロードアイランド州、ニューポートを出港し、ヨーロッパへ巡航する。バルセロナ、ナポリ、コンスタンチノープル、ジブラルタ両訪問し、10月14日に修理のため、ペンシルベニア州チェスターに帰還した。チェスターは、偵察艦隊の帰還として、 軽巡洋艦部隊に加わり、1931年3月6日にパナマ運河地帯で例年の艦隊演習を視察した海軍長を戦艦テキサスから上艦させた。3月22日にフロリダ州マイアミで長艦を下ろし、その後フランス海軍の2隻の巡洋艦を護衛して、ナラガンセット湾での演習に向かう。ニューヨーク海軍交渉でオーバーホールを受けたチェスターは2機の カタパルトが、艦中央部に装備された。艦載機と弾薬を搭載したチェスターは、ハンプトンローズを1932年7月31日に、出港し西岸へ向かう。カリフォルニア州サンペドロに8月14位に到着し、通常任務に、10時、1934年4月9日に特別、任務部隊の機関として、サンペドロを出港した。5月31日に、 ニューヨークに到着し大統領の越官を受け、11月9日にサンペドロに帰還した。1935年9月25日、チェスターは11月15日に行われるフィリピン大統領就任式に出席する陸軍長官一行を監させる。12月14日にサンフランシスコに帰還、第4巡洋艦隊と共に通常任務に復帰する。 1936年10月28日にサンフランシスコを出港したチェスターは11月13日にサウスカロライナ州チャールストンに到着5日後にアルゼンチンのブエノスアイレスウルグアイのモンテビデオを親善訪問するルーズベルト大統領を上官させたインディアナポリスに護衛官として随行する12月24日にサンペドロに帰還しその後は西海岸で活動し 艦隊演習やハワイ、アラスカへの訓練巡航を行う。1940年9月23日から1941年1月21日までは、東海岸で訓練とオーバーホールを行う。また、チェスターは1940年に RCA 社製のカク,クサムレーダー、初期型を装備した最初の艦艇の一隻となった。2月3日からチェスターは、真珠湾を母港とし、 ハワイ海域で訓練を行ったほか5月14日から6月18日までの期間は西海岸への航海を行った。10月10日から11月14日までの間、チェスターはマニラへの増援部隊を乗せた輸送船2隻を護衛し、チェスターは空母エンタープライズ従順洋艦ローザンプトンの第8任務部隊ウィリアム・ハルゼー中将に合流して帰島中に、 日本軍による真珠湾攻撃が行われた。第8任務部隊は落語した日本艦隊を一部でも捕まえられるかもしれないという望みのもとに偵察機を発進させたが、これは無駄骨に終わった。第8任務部隊は8日、夕刻、すべてが煙と油に包まれ戦艦が痛々しく放置された、真珠湾に帰投した。翌9日、第8任務部隊は、 オアフ島北東の捜索に出撃した。12月12日、チスターの搭載機が潜水艦を爆撃し、駆逐艦をその現場に誘導。バルチは接触がなくなるまで爆雷攻撃を続けた。1942年1月18日から24日まで、チェスターは第8任務部隊及び空母ヨークタウンを機関とする第17任務部隊、フランク・ジェイ・フレッチャー中将と 合同で、サモアへの援部隊の輸送を支援した。その木と、両任務部隊は、日本軍の根拠地の一つである、マーシャル諸島に一立ち浴びせようと計画した、マーシャル・ギルバート諸島機動空襲。この攻撃が成功すると、日本の南方作戦のスピードが幾分か弱まり、アメリカの士気がいくらか上がると予想された。第8任務部隊は強力な敵が待ち構えていると、 考えられたクエゼリン干渉、マロエラップ干渉に向かい、第十七任務部隊は、ブタリタリ、ジャルート干渉、ミリ干渉への攻撃に向かった。第八任務部隊は、目標手前で三つに分かれ、チスターは、駆逐艦二隻と共に、第8.3任務軍、トーマスエムショック大佐を構成。2月1日、第8.3任務軍は、マロエラップ干渉太郎ア島攻撃が行われた。 海と空からの攻撃の合間を縫って爆撃機が反撃のため飛び立ち、チスターは激しい空襲の中を退却中に一発の命中弾を受け8名の戦死者と38名の負傷者を出した。2月3日、チスターは修理のため真珠湾に帰投した。チスターはサンフランシスコまでの護衛任務に従事した後、再び第17任務部隊に加わった。 第17任務部隊は5月4日にガダルカナル島、つらぎ攻撃を5月7日にルイジアード諸島三島島攻撃を行い5月8日には三五回海戦を戦った5月10日、チェスターに駆逐艦ハムマンから空母レキシントンの生存者478人が移され5月15日にトンガ島へ運ばれた西海岸でのオーバーホールもチェスターは9月21日に ヌメアにつき、第62任務部隊に加わった。第62任務部隊は10月2日から4日に、フナフティ島上陸を行った。それから、チェスターは南に向かい、戦艦ワシントンなどで構成された第64任務部隊に合流して、ソロモン諸島での作戦支援を行うこととなった。10月20日夕刻、第64任務部隊は、ワシントンを中心とする一軍と、チスター、 サンフランシスコヘレナを中心とする一軍に分かれた。その約2時間後、チスターはサンクリストバル島南東沖で日本の潜水艦位176、田辺や八艦長の発射した魚雷のうちの1本を右元機関室に受け、11名が戦死し12名が負傷した。田辺はチスターをテキサス型戦艦と判断していた。翌10月21日、チスターは 第64任務部隊から外され、駆逐艦4隻の護衛のもとへスピリットさんと島に向かい、10月23日に到着。10月29日、さらなる修理のためオーストラリアのシドニーへ向かった。12月25日、完全なオーバーホールのため、アメリカ本土に向かった。しかし、西海岸の海軍造船所が手一杯だったため、 チェスターはノーフォークのノーフォーク海軍造船所へ向かった。1943年9月13日、修理を終えたチェスターはサンフランシスコに戻り、10月20日までサンフランシスコと真珠湾の間で護衛任務に従事した。11月8日、チェスターはギルバート・マーシャル諸島の戦いに参加して真珠湾を出港した。 チェスターは11月21日に潜水艦によって行われた上陸を支援し、パラワの戦いを経て、ギルバート諸島の戦いに終止符が撃たれると、チェスターはマーシャル戦線に転じて、マロエラップ干渉、タロア島、ウォッチ干渉を砲撃。以後、1944年4月25日まで、チェスターはマジュロ沖機で対戦、対空商会に当たった。 チスターは5月6日から22日までサンフランシスコで短期間のオーバーホールを行い5月27日にアラスカのアダック島で第94任務部隊に加わった部隊は6月13日と26日に千島列島の松和島とバラムシル島を砲撃したそれから真珠湾に向かい8月13日に到着した8月29日チスターは ペンサコーラ、ソルトレークシティ及び、京空母、モンテレートともに、第12.5任務軍、アレン・イ、e、ースミス少将を構成して出撃し、9月3日に、ウェーク島へ砲撃を行った。9月6日、エニウェト区干渉に到着し、9月24日まで待機の後、10月6日に、サイパン島へ進出。10月9日には、南鳥島を砲撃し、サイパン島に戻った。 一連の攻撃は、ハルゼー率いる第3艦隊が、アメリカ側の次の目標が、小笠原諸島方面等であるかのように装って、日本側の注意を、真の目的と違う方向に向けるために行われた。この間、ハルゼーの高速機動部隊は、沖縄島と台湾を空襲した後、フィリピンに進撃した。チスターも、第38任務部隊に入り、第38.1任務軍、 ジョン・エス・マケイン中将に加わって、ルソン島やサマール島攻撃に当たった。第38.1任務軍は0点、沖海戦前後は休養と整備のため、うるしい艦将に帰投しつつあったが、栗田竹雄中将率いる日本艦隊の出現に伴って、急遽戦場に呼び返された。0点機海戦終了後、チスターは高速機動部隊の護衛から離れ、11月8日からは、 ウルシー干渉やサイパン島から出撃して洋島や小笠原諸島に対して砲撃を繰り返した。11月20日早朝には事件もあった。この日もいつものようにサイパン島経由の洋島砲撃のため、チェスター、ペンサコーラ、ソルトレークシティ及び駆逐艦4隻は、ウルシー干渉の出入り口の位置である無害水道を東に航行中だった。例5 23。 水道東口を紹介中の米総海艇が潜望鏡と鉱石を発見し通報。これを受け艦隊は水道を出ると共にの自運動を開始。その後、チスターが550メートル先にその右辺を航行していた米駆逐艦が艦隊に接近しようと南下する潜望鏡を発見。チスターはこれを押し潰そうとスピードを上げた。先航艇が 巨大発射のために占いくらい運動中と判断した。ケースは、潜望鏡がチェスターを向いたままなのを見て、体当たりを決意。チェスターは、衝突を避けるためスピードを落として、深度を変えた。0538、ペンサコーラの弦二2000メートルの距離で、潜望鏡を発見。ペンサコーラはこれを回避した。潜航艇は、ペンサコーラの前方を、先行通過して、 隊列の南側に浮上し、左に大きく旋回して、チェスターの右正横に移動。ケースはここに来て、重火事一杯、右玄更進一杯、左元気前進一杯で急速点出し、0538に浮上構想中の旋行艇の左側から、中央部を監首でへし折り、続いて旋回しながら、爆雷を投下し、これを撃沈した。 この先行艇は E36 から発信した回転である可能性が高い。1945年に入っても、チェスターは2月21日まで洋島と小笠原攻撃を行った。2月19日の洋島上陸を支援した後、アメリカ本土に向かい、西海岸でオーバーホールを行った。この時のオーバーホールでは、 神風対策で40ミリ機関砲の増設とレーダーの更新が行われ、これと同時に増設した機関砲とレーダー機器類と同等の重量物が除去されることとなった。前後のマストはポートランド90巡洋艦のそれと同等の形状になり、不必要なカタパルトは撤去された。オーバーホールを終えたチェスターは6月21日にウルシー干渉に戻り、 6月27日から沖縄周辺の紹介や総会活動の支援を行った。7月後半、チェスターは長江デルタ沖の部隊を支援する部隊に編入された。8月、チェスターはアリューシャン諸島への航海を行った。チェスターは8月31日に出港し、9月と10月に行われた大港、青森、箱館、小樽への上陸に参加した。 チスターは、洋島にて、福音兵士を乗せ、11月2日に、サンフランシスコへ向けて出発し、11月18日に、到着した。11月24日から12月17日までは、グアムから軍人を運んだ。その後、チスターは1946年1月14日、フィラデルフィアへ向けて出港し、1月30日に、到着した。 チスターは1946年6月10日に退役し、1959年8月11日に売却された。チスターは第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。